これは先生からじゃない。こんな書き方しないもの。わからないわよ。私が知ってると思う。ユニオンステーションまでお願い。エディ、ねえ聞いて。アメリカ技術産業評議会って防衛産業やエネルギー業団体なの。警察？そうね、オイルサーディンをいただきましょう。いつもこうして女の子を口説くの？ありがとう。あ、バージニアのお友達に花とカードを送りたいんだけど、いいのあるかしら？あなたにはいい加減頭に来たわ。せっかくバケーションで来たのに、私にはお構いなく。ジョギングをしてるか携帯電話で喋ってるか、そのどっちかじゃない。ルーシーと何してたの？何、犬みたいにあの子の匂いを嗅いでたくせに。もうやめましょう。もうちょっとで助けに飛び込むとこだった。ここへは以前にも毎年1回だけ、ママの誕生日にママを慰めに。誰なの？気があるのかしら。チャンピオンの妻に収まると思う？また恋を見つけたの？ひどいわね。でもユダヤ人が悪人ばかりとは限らないでしょ。あなたのこと愛してるわ。いいえ、そういう意味じゃないの。朝起きたらいつもあなたのことを思ってる。怒らないで。それってウラル地方のことわざ？どういう意味かまるでわからないわ。森にはロバなんていない。あなたが作ったのね。それで私はロバ？学校を出てないあなたの場合は？生き残ったらどうするの？昨夜は子供の頃みたいにお祈りしたわ。そして目を開けるとサーシャがいて、生きてると教えてくれたの。ああ、それはいいわね。何もしてないの？それは、まあ、どっちがいいかしら。ラップって全部同じに聞こえる。うちのはアリ、アリスター。アリ？マーカスよ。マーカス、アリだけど、マーカスの親でなくて一緒に住んでもいないならどうして息子なの？ペニンシュラに泊まってるんですけど、多分客室係だと思います。でもジェイクは私と違って人を疑うのが嫌いだから。お言うと怒るけど絶対そうよ。本当に？ねえあなた、私ちょっと向こうで財布見てくる。話がよく見えないんだけど。それだけ言えば気が済んだかしら。嘘でしょ。嘘つかないで。嘘なんでしょ。どうやったの？そう見えるわね。そんな不吉なこと言わないで。このままなら。それどういう意味よ。あいつらが恐ろしくなったから逃げ出そうっていう。もう陪審員を犠牲にできない。よく聞いてフィッチさん、1000万ドル準備できたらここに E メールしてよ。フリーメールだからご心配なく。送信先も探知できない。面と向かって勝負したんじゃ勝てないわ。フィッチと同額を払うならあなたを勝たせましょう。無理ね。ロアにも合わない。第一、彼は隔離されてるわ。私もいいです。すぐに帰りますから。至急お話がしたいの。大事な要件なんです。あなたどこにいても嫌な感じね。ザベルの葬儀をしてください。カトリックできちんと自殺したんじゃありません。決まりが何です？神父様、デイビッド、イザベルなんですよ。神様だけを心の支えにしていたんです。お願いです。ですってね。殺菌装置もない病院のオープニングででしょ。大臣のお噂はいろいろと伺っています。ええ、存じています。お噂は。こんばんは。三つの鉢の一人ね。ひどいお天気ね。待ってなくてよかったのに。誰と話したの？いいえ、嘘よ。私を何とかしろって頼まれたのね。信じられない。話すことなんかない。あのろくでなし野郎はどこなの？話があるの。なんか行かない。ここで今すぐ話す。男らしさを見せつけてご満足？強くてご立派だこと。もう少しで死ぬとこだったのよ。もう何言ってんのよ兄。私たちは別れたのよ。あんたとはもう一緒に暮らさないし、口も聞かない。違うわ。もう違うじゃない。なんでもない。私にとってはね。父親だって言ったの。論文の指導を受けてるの。他に何て言ってた？何か習った？もうずっと話してないな。あ、やだ。パパ。あ、嘘。ちょっと待って。あ、やだ。何？これ読んだの？あの部分。いや、あなたが持ってて寂しい時読めばいいわよ。なんでエミリーあなたに届けさせたのか。人と話すの苦手で。あなたと話したいわ。やっぱり帰って。人が楽しそうなことしてたら本を買ってやり方を覚える。さあ、考えてない。計画は苦手。ほら、このスイカを見て。ピンホールカメラなの。空洞があって光を遮断できればいいの。スージーと呼んでます。そうですね、4時間ちょっとになります。家出じゃなくて。いないんです。いいえ、問題なんて何もありません。うちは楽しく、あの子は楽しくやってる。こんなこと初めてなんです。そう、これが私たちの家ですって。で、これが警察署で、これがあなた。目では警察署長なの。実は行き詰まってるんです。証人を失ってしまった。ラヤはいないし、アルカも怯えていて証言できないって。いいえ。それとミレナ、この写真も見せてほしいの。何か知ってる子がいるかもしれないから。お花ありがとう。今朝ポーチに置いてあったわ。いてくれると安心だわ。シェイクスピアさん、ちょうどうぞ。ダメよディーディー、パパはお仕事なんだから。ディーディー出てきなさい。邪魔しないの。ほら、パパは今お仕事なの。ウィル、ここがお家。さあ、いらっしゃい。待たせてごめんなさい。しばらく会ってなかったから。全身の精密検査をしましょう。検査する間隔が短くなったの。それによるとあなたは1週間過ぎてる。今は家の話をする気分じゃないの。買ってくれるなら別だけど。それじゃあおかけになって。今日あなた方がいらっしゃるなんて1時間前まで知らなかったの。昨夜は今日の予定とか空いてる時間とか誰も聞いてこなかったわ。